今日は秋田牧場の、武藤さんからいただいた熊肉をね、秋の栗と一緒に、あとキノコもね、一緒に入れたんだけど、ワイン煮にしました。それとね、これは金茸と、水の芽、あと鶴村笠木。これもね、道の駅で買ったので食べじゃあさてといただいていきましょう。今日はまあちょっと諸事情あって、スマホでの撮影です。 GoPro が多分もう壊れてます。だから熊料理全編は49秒ぐらいしか映ってないので、あげるかどうか分かんないです。いただきます。で、前回アップするか分かんないけど、熊料理の時に揚げた、冷やおろしのね、農場、今年もうまいんですよ、これがまた。しっかりね、どっしりした味わいで、甘みはちょっと例年より少ないかもしれない。例年よりって言っても、これ2年目ですけどね、私が入って。で、ちなみに10周年になってますね。さてと、早速いただいていきましょう。で、熊の方は、ちょっとね、塩もみして、それを、30分ぐらい置いて湯通しをしただけです。臭みを抜いたのはそれだけ。というのは、熊肉ね、結構匂い消しばっかいっぱい書かれてるんですけれども、そこまでね、匂いを消しちゃうと良さが死んじゃうような気がするんだよね。なので、ちょっとそういうこともあって、大して下処理はしてないという形にしてます。で、味もね、その時にぐっと粗めに塩を振っただけなので、ちょっと味が弱いかもしれないので、弱かったらちょっとで原タレをかけようと思ってます。じゃあいただきましょう。早速ね、熊肉結構でかい塊からいきましょう。味薄いかと思ったけれども、しっかり絞って揉み込んで30分ぐらい置いてから、熱湯でざっとね、上に出ている臭みだけを落としてる、その程度なんでね。その時の吸ってる塩がちゃんと効いてるから、これで味付け十分だわ。ああ、で、臭みは大してないです、私の感覚では。この程度でもダメな人はダメなのかもしれないけどね。で、ローリエの葉っぱが道の駅であったので、一緒にまず炒めたりとかもしてますね。もうちょっとこれ前にやった方が熊肉がしっかり映るのかしら。でね、iPhone だと映り方がちょっと違うね、やっぱね。なので、熊肉自体が味わいがね、すごく強くなるようにしてます。で、栗を合わせてみてます。これもね、秋の味覚ですよね。美味しい。鬼皮を剥いて、渋皮もね、多少剥いたけど、めんどくさかったから途中から入れて、苦くなりすぎない程度ぐらいにはついてる形だね。熊の出汁が染みてるね。渋皮があるとちょっとほろ苦くなるけど、だから熊のね、癖とか旨味をいい感じで吸収してる。もともとね、組み合わせのことマリアージュって最近言いますけれども、もともと結構日本で言われ始めたのって、モーニングでやってた皇太子の料理人か、あれでね、出てきた言葉で、まあ、単なる組み合わせとかじゃなくって、例えば産地を合わせるとか、ブルゴーニュだったらブルゴーニュでできた素材で揃えてっていうので統一感が出る、それによって。そういう考えがもともとあって、漫画の中でね、熊っていうのはこうナッツをよく食べるから、栗と合わせてっていうマリアージュというのをね、やって出したっていう回があって、それに着目してるやつです。レシピは全然覚えてないです、ちなみに。
れはうまいな。予想より全然うまい。思いつきで作ったけど、油に、クミンシード入れて香りを出して、あとコリアンダーとね、ターメリックも入れた一応。うん、でもってローリエ生の葉っぱが、道の駅で売ってたから、それも1枚入れて香りを出してから、本当にちょっと湯通しした熊肉と一旦軽く茹でて鬼皮を剥きやすくした栗を入れて、あとこれが奈良竹だったかな、やっぱり道の駅で買ったやつ入れて、で、赤ワインちょっと浸がギリギリ浸らない程度ぐらいに入れて、それでこうね煮ました。でこっちの金竹とかも食べようか。調味す赤す、これは上北のお子さん品のやつだね。でちなみにこれを茹でた時に、茹でるっていうか蒸した時に出たこっちのキノコの出汁もこっちにぶち込んでます。ちなみに、うん、だからそのが金竹も美味しい。銀竹っていうのもあるんだけどね、ちょっとこういう金がかったキノコで、うん、結構サクサクした食感で美味しいな。でこれは水の、水っていうあの山菜があるんですけど、昔ね水のたたきを食べてみたっていう動画が作ったんだけど、まあちょっと諸事情あって今ね、うん、うちの方にはないんですけれども、うん、こう秋田だとかでもよく食べる山菜でね、うん、こうバンバン筋だとかを剥いたやつを包丁で叩いてネバネバしたね、たたきにして食べるやつの秋になるとこの実が出るんですね。それを湯がいたりとか蒸したりして食べるんですけどね、カモシカが好んで食べるそうです。あ、うん、な、これね、サクサクしててねっとり感もちょっとあって非常にうまいですよね。うん、でカモシカとマリアージュに使えるのかもしれないけど、カモシカはね取っちゃいけないのでね。うん、あ、うまっ。うん、でツルムアサキ、ツルムアサキって九州にもあったかな。うん、うん、これも、うん、緑黄色野菜系の緑の力は強くありながら、ねっとりしたね、粘りが出るような野菜です。これもね、うん、美味しくて結構好きなんですけどね。ということでこっちも食べたんで、あ、まあちょっと、うん、金竹はちょっと早めにもうちょっと食っておきたいのか、食っておきたいかな。うん、冷える前の方がうまいから、あれだけど、うん、金竹もうめえな。で、うん、熊肉の方はね、食べるとちょっとこうナッツの香りがすることあるね、油が特に。なので、うん、栗と合わせると確かに相性がいいんだろうね。うん、うまっ。うん、で基本的に秋で統一されてるんですよ一応。まあまあ意識はしたんですけど、うん、ラタキにしろ可愛いんで似てるけど、ブドウっていうと秋のね収穫を迎える。ああ、うまっ。果物ですしね。だからそれでちょっと秋の4、うん、まあ、ちょっとなんか、うん、ちょっとキザっぽくなっなるんで、うん、言うのやめましたけどね。うん、まあ、この、ね、4つ秋のものでまとめて、そのうち、あ、だけどあれだね、
クマはブドウ畑のぶってブドウも食うし、キノコを食べるかどうかわかんないけれどもね、食べるんだろうから、そういった意味では、40のマイルアージュかもしれない。栗がちゃんと美味しく仕上がってる。これね、すごいうまい組み合わせだわ。いや、美味しい、これは。本当に美味しい。熊肉に栗すげえ合うわ。だらたけとかね、巾着を蒸したときに、皿の下に、汁がたまるわけですよ。蒸した時でも、きのこって結構水分出るんで、そのたまった汁をこっちの方にも一緒にボーンとぶっこんで、仕上げたんですけど、それもあるのかな。それがなくても多分混然一体となった美味しい味になってると思うんだよな。これはね、本当に最高にうまい。これは、ちょっとね、くくりはやっぱり雑に、渋皮はそんなに取らないやつとかも、割と取ったやつもあってって感じでやったんだけど。やっぱちょっとね、渋皮があると口の中に残るんだけども、その渋さも結構合うんだけれども、心地よく食べるためにはちょっと邪魔だけど、アクセントとしては悪くないんだよな。すげえうまい。いや、すげえうまいんだけど。クマね。クマがやっぱなかなか癖が強くて。べにくい食材っていうイメージあるけど。だやっぱりね、そんなに臭み消してないから、やっぱりそれなりに、ちょいちょいだから、野生のものなので、家畜じゃないんで、味が均一じゃないんですよ、肉も。部位部位によって。なので、この部分食べたら確かにちょっと臭さが来るなっていうのもあるんですけど、ある意味栗がうまくまとめてくれてるかもしれねえ。栗がでかいな、結構これ。栗がでかいな。下ネタじゃないんですけどね。熊の脂身で、ちょっと癖があって万人向けじゃない味になっちゃうかなと思ったけど、これは結構誰でも食えるんじゃねえかな。ってぐらいの味になってる気がする。癖が強いものが好きな人間なんで、
意外とそれで成り立っちゃってんのかなと思ったんだけど、だけどこれはね美味しい。まあ、ということで、それで、ね、それを受け止める農場の冷やおろし、あのねワインにした方がいいかなと思ったけどね、全然受け止めるね。やっぱ力強い味の冷やおろしで、やっぱり農場もね美味しいよね。ちなみにね、農場も何とかこの動画でも言ってるかもしれないですけどね、こう裏にこういう感じでね支援者を募っていて名前が載るんですけれども、そのまあそのお金も使ってたんでしょうけどね、作ってるお酒でね、まあ、これに参加すると、まあ、コースによってだけど年に何回かお酒が届いてということで、で支援者の名前も載るんですけれどもね、そういう形でね、まだ青森なんで秋田から遠くはないんですけれども、こういうふうに美味しいお酒もね飲むことができるので、全国どこにいてもこのね美味しいお酒を飲んで楽しむことができるような、そんなような企画もあるんですよね。なのでそれでこういうものにも全然合うんでね、これは本当にね皆さんに知ってほしいお酒っていうのもありますよね。ということでね、とりあえずこれはひとまず食って、この後ちょっとねデザートの動画もちょっとだけ撮ろうと思ってます。ひとまずねここで一旦止めますと言いますけども、はい、でデザートはこちらのね、一応なんだこれラグの青森のラグの音、白石パンは宮城だったかな、がコラボしてるパンを食べていこうと思います。はい、じゃあいただいていきましょう。こんな感じになりますね。ポロショコラ風チョコパンということで、ポロショコラがパンになった、だから多分ラグノーさんでポロショコラっていう商品が多分あるんだね。でそれをパンにしたってことなんでしょうね。いただいていきましょうかね。結構美味しそうな感じ。ちょっとパサつくかなと思ったけど、チョコの濃厚さとねっとりした旨味が後から来るね。これは多分生地に、チョコレートが練ってありますな。パッと見には分かんないけどね。やっぱりチョコチップが入ってるね。結構ビターが効いてるけど甘みも同時に結構効いてるね。で、ちょっとしたこうチョコチップの食感も効いて美味しいですね。でまあこの後もねいただいていきます。ということでね、アベンでした。ご視聴ありがとうございました。